ある晴れた日、小さな町の子供たちが学校から帰る途中で楽しいお散歩に出かけることにしました。子供たちはそれぞれのリュックにおやつや水筒を詰め込んで、ワクワクした気持ちで家を出ます。お友達と楽しい時間を過ごすために町の広場で待ち合わせをすることにしました。広場でみんなが集まると、彼らは大きな冒険に出かけることを決めました。まずは町の公園へ行ってみようと話し合い、道すがらたくさんの花や木々、そして小川や丘など新しい発見が待っていることを期待しながら歩き始めました。公園では滑り台やブランコで楽しみ、子供たちは笑顔で遊びました。そしておやつを食べながら次の目的地を考えます。次に向かったのは町の外れにある森です。子供たちは森の中を探検することに興奮し、小道を歩きながら不思議な木々や小動物たちに出会いました。時には歌を歌い、時にはお話をしながら進んでいきます。そんな中、道に迷ってしまった子供たちもいましたが、みんなで力を合わせて正しい道を見つけ出しました。森を抜けると美しい湖が広がっていました。湖畔ではキャンプやピクニックを楽しむ人々がいて、子供たちも一緒に遊びました。夕日が沈む頃には子供たちは疲れてきていましたが、一日中の楽しい思い出に満ちたお散歩を終え、家路に着くことにしました。町に戻る途中、月が昇ってきて星が輝く夜空を見上げながら、子供たちは笑顔でまた次のお散歩も楽しみだねと話し合いました。次のお散歩の日がやってきました。子供たちはまた集まって新しい冒険の話でワクワク。今度は海辺の冒険です。みんなで砂浜を走り回り、貝殻を集めたり、潮だまりで小さな魚やカニを見つけました。わあ、綺麗な貝殻だ。子供たちはそれぞれの宝物を見せ合います。ずんずんと海岸を歩いていくと、不思議な形の岩やカラフルな鳥たちに出会い、すごいね、綺麗だねと大興奮。そしてサンセットの時間が近づいてきました。太陽が海に沈む美しい景色を見ながら、今日一日の冒険を思い出し、子供たちは今日も楽しかったねとお互いに笑顔で話しました。星が輝く夜空をバックに家へと家へと戻る途中、子供たちは冒険のお話でいっぱいです。次は山の冒険に行こうよと元気な声がかけられます。帰り道、カエルがゲロゲロと鳴いているのを聞きながら、空にはお月様と星たちがキラキラと輝いています。ねえねえ、あれがお牛座かな。星を見上げる子供たち、楽しい笑い声が夜空に響きます。そして子供たちはお家に帰ってふかふかのベッドに入ると、今日一日の冒険を夢に見ながらいい夢を見るのでした。次の朝、みんなまた新しい冒険の計画を立てることでしょう。